なんかコメントでね、誰のコメントですかちょっと覚えてないけど、そう、なんか南が冬将軍のリグレットしたらエモいみたいなの書いてて、あれで気づいた、あ、すると思った、バレてたの、私結構演技上手いと思ってたのに、そう、冬将軍リグレット、あ、ささめきリグレットと同じリグレットなんだみたいな、めっちゃなんかジラジラしいこと言ったんだけどな、バレてたの、ちやばいよ、サプライズでしたかったの、ちなんだよみんな、そこはもう私でも気づかなかったって言ってよ、ちっちゃ今これは気づかなかった人の方が正解、ちっちゃやりたいっすね。
モデルでループしてる。けど一瞬止まったって言われたの。本当？あ、ループしとるできた。ほら、トンネルの中今みんなループしてる。ほら。トンネル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 。またトンネル来そう、わかんないけど、トンネルって結構近い範囲にない？そう、治ったとかじゃないよ、トンネルないよ。配信でトンネルだからって聞こえてきたから、みんなみんな今配信やってる子みんなどの辺走ってるの？言うわけないじゃん。そんなこと言うわけないじゃん。そのリアルタイムでね言ってるとこ言っちゃダメなんだよ。これアイドルだからとかじゃなくてダメだよ、危ないよ。アイドルだからとかじゃなくて、そんなにね、自分のね家が分かるようなね、え、なんか写真とかみんな SNS 載せダメだよ。そう、自分なんかそんなことはなんかされなんかあるわけないと思う人も何があるか分かんないからね、気をつけてよ、気をつけてよ。そう、ダメだ。引っ掛けもダメだね。引っ掛けよくないよね。一番可愛い4枚、いや4枚っていうやつね、何回も投稿しているのに楽しかったな。なんかツアーでやるユニットってさ、しばらくできないからさ、夏のツアーのペラペラペラもやりたいし、リグレットもこれでできなくなるの嫌だな。ずっとやりたい。遠すぎるから、ね、ずっとやりたい。
要は北海道は食べる気満々で、なんかさ、北海道はそういう前乗りチケットみたいなの持ってるから食べれるの分かってるんだけど、秋田と愛知は食べれるか分かんないから、岡山も結局なんか岡山でご飯食べれたわけではないから、差し入れでいただいたものを食べるって感じだからね。秋田と愛知が、秋田なんて特に北海道の次の日じゃないですか、チャートリーって考えたら、なんかそういうなんかご飯いつ移動とか分かんないけど、いいなんかなと思ってる。だけど嬉しい。なんかあのコンビニとか行って秋田限定なんかあるじゃん、たまに他県とか行っとったらさ、これこっちのコンビニにはないみたいなやつ売ってるからさ、そういうのを買って食べたい。それでも全然嬉しい。秋田に行くのが初めてだったら嬉しい。行けるだけ嬉しい。でもめっちゃ寒い。確かに俺も秋田初めて。本当仲間だね。バブヘライス聞いたことある。もう首相だ。
出てる2期生とは本当にめちゃくちゃ仲良くなれた気がする。サーヤン、ヤンヤンって呼んでるんですけど、昨日配信後結構1時間ぐらいずっと深い話をずっとしててなんか配信終わってから1時間ぐらいずっと2人で語ってたあ、ベストミー編集してる、楽しみにしてる、嬉しい、見つかれ見つかれ私めっちゃ語った、マジでめっちゃ語った。でも明日もあるからさすがに寝ようってなって寝たけど、明日がなかったら永遠に話してると思う。今実質牛なんか考え方が意外に似てた、意外って言い方だけど、なんか知らなかったから似てるんだなと思った。頭痛い。リンリン、リンリン、はいはい、ギルバトや終わった、ギルバト終わった、ギルバト終わった、終わったか、私が行った瞬間終わった。あ、で参加できてないの、チャットだけ送ったユニコがワンパンした。ええー、終わってる、さすが。忘れるよね、あ、強い人だったんだ。出なかったな、ギルバド。じゃあ、どれぐらい強いですか？教えません。そこは、センシティブなとこです。持ってました、すみません。あのファンの方と当たったらそれ言っちゃうとみーちゃんなら倒せるってバレちゃうんで隠すんです。センシティブじゃないよ、失礼してしまいました。にゃ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 プライバシーの侵害だから同列同列、電話番号と同列、電話番号と仕事も強かった。いや、だってでかいよ、重要だよ、バレなかったらね勝手にさばいてくれたりするからもう一回もギルバド出れんかったな。今日、今日じゃない、今年私めっちゃクリスマス楽曲っていうか冬の楽曲めっちゃできた。風翔くんリグレットもそうだし、ささめ焼きリグレットもそうだし、ノエルのエロもそうだし、12月のカンガルー、クリスマスがいっぱい、予約したクリスマスめっちゃできた、嬉しい。予約したクリスマス雪だベルティーキス、降るよとは聞いてたけど、量なんか
の現物っていうか知らなかったからケーキ売ってきてうわーって口開けたらバーンって入って美味しくなかったうえーと思ってうえーと思うけどまだ曲続いてるから笑顔で言いなきゃいけなくてうえーと美味しいと踊ってた一瞬だけ5秒間ぐらい昼一瞬だけ5秒間ねもしずっと南を撮ってた人がいたらね5秒間だけ、ね、どっかでたらマジいと思ってる私がいるでもさダメだまだ曲続いてるまだ撮られてると思って頑張って隠したマジかった食べれると美味しいよ別によなんか体に害はないから食べても大丈夫だよって説明はされてたんだけどイコール美味しいとは限らんよねまずかったあわあわっていうかあれだからね美味しいわけがないよねオンデマンド確認事項増えた癖が強い確認事項なんかさっきよりめっちゃ売れるマジあのね画面酔いっていうか酔っちゃう方はあの全然あのいいからね無理しなくてあデジタルプレゼントは自分の名前とみーちゃんが一緒に写ってるし偶然撮れたありがとうデジタルプレゼントありがとう最近デジタルノートか STU めっちゃやってるよね前もデジタル花火やったあげるなエアコン車のさじゃバスの上にさなんか風機構みたいなのあるじゃん喋ったんだけど今プチューって言ったんだけどびっくりしたでも動画とか撮ったら分かんないよね初期メロ見つけた見つけたあああ聞こえた聞こえたごめん楽しくてI'm not.
面白いもん、リアル映画もマジで。
本当にダッシュで回転しなきゃいけなくて、だ 2人分回らなきゃいけなくて、多分真ん中に矢部下から回ってでこっちの子回って1位行くみたいな。だからあの回る人の体を掴まないと回れないんですよ。けど強く掴みすぎたら歌ってるのにフラフラさせちゃうからめっちゃ難しかった。懐かしい。
けど。ドッキリ仕掛けました。誰そんなこと言ったの。びっくりしたよ。ドッキリ大成功だよ。大成功。なんやねん。
だと無理だけど、みんながみんな頑張ってって言ってくれるから、お仕事頑張れるから、みんながいるから頑張れるから、マジでお仕事頑張って自分で買えるようになります。今はちょっと買えないけど今はね、キッイベントは必須並べみんなで頑張ってる時期なのでそこをね、優先しようかなと私は思っているけど、こうやってギフト投げてくれてる人はめっちゃありがとうと思ってる。全部コスメっていうよでもめっちゃあのね、お話し会でね、なんか私がなんかどっかのショールームでプレゼントをあげたいって思う気持ちが一番嬉しいんだけど、なんかみーちゃんが本当に気に入るものがあげたいみたいな全部みんながくれた選んだものなら全部嬉しいって言っても、そこが気になる人は全然お話し会で何が欲しいって言ったら、聞いてくれたら全然なんか、あなたが逆にいいのなら全然言いますよみたいな私は本当にあなたが選んでくれたものは全部嬉しいから、何でも本当にいいんだけど、そうなんか、そう本当にあなたが願うなら全然教えますよみたいなことをショールームで言ったの。この前のお話し会ね、みんなに聞かれたみんなに言ったらちょっと持ったけど、数人に聞かれて正直に答えちゃった正直に答えちゃったよ。でもすごいなんかね、言った後に罪悪感っていうか、なんかもうなんだろう、いいの本当にってなっちゃって、なんかいいよ本当に、今の言葉聞かなかったことにしてみたいな、なんかみんな、なんだろう、なんだろう、わかんないけど、なんかみんながご好意でくれるものはめっちゃ嬉しいけど、自分がリクエストしてそれを送ってもらうって、なんかねなんかね、ちょっとなんだ切なくなっちゃった。でもなんか私はその気持ちだけど、それを聞いてくださってる方は、いや逆に教えてくれてありがとうみたいな、いい人かよみたいな罪悪感というかね、そう、プレゼント送りました。あら、楽しみにしてます。お年玉お年玉ありがとう。だからすごいめっちゃ届くので、そう比較的何が欲しいって言われて漫画って答えがちなんですよ。何の漫画かは言わないけど、そうだから漫画が送られてくるので、お父さんと読みます、ありがとうみんな揺れてる、めちゃめちゃ揺れてる直球に言ったらお金だもんね。お金欲しいって言ってるようなもんだよね。靴下とルームウェア、あら、当たった。冬用ですか、もうこの。私今さ、あのマンガアプリのポイントのコメントで思い出したんだけど、なんか毎年誕生日プレゼント図書カードだった。毎年って言った人だけど、もったなんか図書カード基本的にもらってた、おばあちゃんとか。私はその
漫画好きってもう知られてるから親戚中に。いただくものは絶対図書カードでした。それで漫画買ってた。あのお小遣いないからさ、お小遣い制度がなかったんですよ、石だけ。だからそれで漫画買うのが嬉しかった。最近盛り気味。え、でもすぐ訂正するから訂正する。ちょっと持ったって毎年って言ったら、毎年私別に誕生日プレゼントもらってるようなタイプでもなかったんですよ。なんか数年に1回なんかくれるんですよなんかね、うちね親が別々にくれるんですよ。なんか両親で合わせてじゃなくて、そう、そういう家庭なんですよ。どういう家庭、どういう家庭だって感じだけど、ママは結構三姉妹のネックレスとか、なんか星座の星座で縁取られたなんかネックレスと かくれるんだけど、お父さんって基本くれないんですよ。そうで、多分お父さんからしたらママがあげてるからいいやろってなるけど、ママしかくれてないっていう認識なのこっちは。だからお父さんになんか先月誕生日やったから、なんか進撃の巨人全巻買ってってとか、そういうのでいつも買ってもらっててで逆にうちのお姉ちゃんとか逆にパパにタンプレもらってないから、みーちゃん悲劇してるみたいな。そう、え、そう悲劇してるよみたいな、何何みたいなさ、パパはみんなのことが一番好きだけど何と思ってた何何と思ってた否定しない否定しないだって私反抗期なかったし一番仲良かった。それこ悲劇してもらうと困るわみたいに。
買って。私ヒートテックまだ今年1枚も買ってない。やば。え、なんか意外に着る。なんだかんだ乗り越えてる。あ、イオンモールで買い物してないと抽選会参加できんし。あ、そうなんだ。Thank you.
ですけど、早いからこそ今寝て中途半端にちょっと目覚めるのが良くなさすぎるので、寝ない方がいい絶対。
かはあまり占いで別のマニー探偵ナイトスクープみたい入ってる飴玉がいるの。楽しくできないよ。見たら
私が入れたくてやってるだけだからさ、それで悪い風に捉えられるならしない方がいいのかなと思う時もあるよね。みちに行ったから、ちほと、なんだよそれみちのとこに行った時にそのうちは掲げてやっやったのに、とか言ってそう言ってた寂しいじゃんって言ってたから
私のファンの人が、みーちゃん今日よかったよって意味で両手でグーグーってやってたら、江戸はるみみたいな、江戸はるみさんみたいな、グー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 言ってるから面白い。
そうなの。そうなの。なんか23時59分までに投稿したやつならば、今日中に投稿したやつならばメンバーから来るかもしれないやつだと思ってたんだけど。え、どっち？どっちだと思う？どっちだと思う？みんな。あの多分時差あるから。都合のいいほうでいいんじゃない ST48 が個人アカウントから直接ビリクラしてます。いいねするかも。今日の23時ぐらいどっちとも撮れるね。どっちとも撮れますね。